青山学院大学リーセーズ16人です。ノーシードでよくここまで勝ち上がってきたと思いますね。一気にピラミッド上げました。相当パワーを蓄積しないといけません。大技が続きますね。そうですね、こうした連続技をやるということは難しい難易度の、部分ですけれども、これをどのぐらい続けていかれるかということですね。やはりああいうトップに上がってもですね、膝がぐら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 動いているというところはちょっと気になりますね。もう少し膝をきちっとロックしなきゃいけません。トサッ、これうまくいきました。これエクストラ難度、スーパーテクニックです。トップが崩れてしまいましたが、そうですね、バランス、やっぱり膝のロックが必要ですね。どうしても揺れるときには腰、それからその膝ですね、この辺が揺れてしまうと落ちるのが早いんですね。今バスケットとそのちょっと頭の方向がまっすぐでなかったんですけれども、顎の締め方で右へ行ったり左へ行ったりしますので非常に難しい技なんですね。みんな簡単なように見えますけれども、なかなか難しい技をやってるわけですね。この大会の日のために毎日訓練を積んできたというチーム多いですもんね。そうですね、一人でやってるんではなくて、やっぱチームワーク、いわゆるチームワークの競技ですから、みんなで息を一つに合わせてやるというのは難しいですね。今の中非常に息の合った、いいスプリットだったと思います。最後のピラミッドですね、ちょっと揺れてるのが気になりますけど、うまくいきました。